はい、こんにちは、レールの沢です。調子に乗って本日2本目の動画です。今ちょっとお仕事が片付いて、ちょっとまとめて時間が取れたもんですんで、ちょっと、ご紹介をしたいことがありましてっていうのは、リスク関係ですね。これ随分懐かしい本です。アスキー出版からですね、出てたんですけども、 C 言語で LISP 処理系を作るという、本です。最初はほんの小さいなんかアンデッドバージョンだったかな。とりあえず動いてるみたいなのを作って、で徐々にこう機能を追加して、でガベージコレクションを追加しとかして、一通りの機能が揃ったインタープレーターが出来上がりますよっていうふうな、こう、物語風でもないんだけど、段階を追ってこう説明していくみたいな本です。アスキー出版で、これはね、いつ買ったんだっけ、1986年か。そんなに経ったんだね。本屋さんで買って、ずっとこれ持ってましたね。今もう手に入らないかもしれないな。で、正直これ読みましたけど、私は当時理解ができませんでした。難しい。特にポインターのところがね、C のポインターってのは本当複雑でよくわかんないなぁなんて思いながらね、当時読んでましたけどもね、ようやく理解に達したのがね、ヘクマトプールさんって、こう料理前後だったかな、同じ頃出たと思うんですけどね、今ちょっと現物どっか行っちゃって、カット出版だったかな。ヘクマトプールさんってどっかの大学の先生ですよ。でその方がミニマムな、リスプインタープリターを作って、でコードをもついて、書籍で言われたんです。確かフロッピーディスクついたと思いましたね。であっちの方がね、分かりやすいです。イザヤスリスプだとかは、随分ヘクマトプール先生の本で助けられて、アイディアをいただいてます。で、さらに私の場合は、ポインターが非常に苦手なもんですんで、極力使ってないです。私のイージーアセスのコード見たことわかりますけども、セル領域を確保するときは、構造体配列を使っていて、意図的にポインターを避けています。あれです。本当 C を使いこなす方は、こういったのを見れば、ふんふんなるほどってわかるんじゃないかと思うんですけども、もし書店だったら、お読みください。それでね、で、今日メインでお話したいのは、ガベージコレクションですよ。今私、この辺もちょっとご紹介してましたけども、ガベージコレクションの仕組みをガラッと変えようと思ってるんです。ヒープ領域のところは今通りマークアンスイープなんですけれども、ワーキング領域を設けて、そこでプログ的なガベージコレクションの仕組みを入れて、効率を上げられないかなというふうなことを今やり始めているところです。いずれにしようですね、皆さん、LISP の処理系にトライなさるときはですね、ぜひガベージコレクション、自前で書いてみてください。今、便利な言語処理系があって、そもそもガベージコレクション意識しなくても、できるような処理系とか多数出回ってるんですけども、やっぱね、LISP というとガベージコレクションなんですよ。ガベージコレクションは奥がもうめちゃくちゃ深いです。これを考えるのはすごく楽しいし、苦しいし、達成できた時の喜びっていうのはすごく大きいですよ。私は本当ね、イージアスリスプは典型的な、古典的なマークアンスイープですけれども、理屈は分かってもね、ちゃんと動くようになるんですってのは、ものすごくね、頭使います、本当に。で、有名な M ひろいさんっていらっしゃるじゃないですか。いろいろと優しい解説、記事をお書きになっている方ですけれども、あの方に助けてもらったんですよ。一番最初に、ね、LISP の処理器を作った時にね、ガベージコレクションでどうしてもうまく言わなくて、なんだろうなんだろうって言ったらね、ひろいさんに助けていただきましてね、そうです、ありがとうございました。非常に奥が深いんですよ。で、LISP 処理系やるんだったらね、ここはやっぱ外したらつまんないですよ。今いろいろとほら、C でもなんだっけ、ありましたよね、名前忘れてたけど、ライブラリになってて、
保守的 GC か、そっちの方でうまくガベージコレクションやってくれるなんていうライバリーもありますけども、私はやっぱり自前で書いてみる、それも保守的じゃなくて昔ながらの、正確な実施っていうんでしたっけ、昔ながらの古典的な実施を書いてみることをお勧めします。本当力つきますよ、いいんじゃないかと思います。で それやるとなぜいいかっていうと、リスポそのものは本当に私作ってみたいなおもちゃみたいなもんですけれども、実際の言語処理系、例えば Java だとか実際業務で使われる方って多いと思うんですけれども、なぜ Java でガベージコレクションが起きるとやばいのか、フルのガベージコレクションというのはなんで時間食うのかだとか、そういうところの理解がね圧倒的に深まるはずです。もう本当ね、LISP っていうのはもう宝箱っていうか宝の山ですよ。あの中いろいろほじくり出すとですね、今の現代的な言語処理系のアイデアにも富んだってものがいっぱい詰まってますから、それでまあおもちゃでもいいのでいろいろ作ってみるとですね、現代のその最新鋭の Java だとか Elixir だとか、まあ、Ruby だとかですね、そういったところの仕組みっていうのがこう見えてくるんじゃないかなと私は思います。はい、じゃあそんなことで、またお会いしましょう。